デスレー・ソンク、デスレー・ソンク、ウェズリー・ソンク、1978年8月9日台は、ベルギー・オースト・フランデレン州にノーベ出身の元サッカー選手、元ベルギー代表。ポジションは、センター・フォワード。弟のケビンもサッカー選手。オースト・フランデレン州に生まれたソンクは、地元ので7歳の時にキャリアを始め、その後、 国内トップリーグの RWD ・ムレンベークと契約し、1997から1998シーズンにプロ初出場を飾る。それから、KFC ・ジェルミナルエケレンに席を移し、と合併して誕生した、KFC ・ジェルミナル・ベールスホットでも引き続きプレー。2000年には、KRC ・ヘンクへ移籍する。なお、同時期に、出身地である二ノベの地方議会選挙に、 社会党、別から出馬して660票で当選しているが、この遺跡が原因で活動することはなかった。変区では、加入1シーズン目から、相手の脅威となっており、2シーズン目の2001から02シーズンは、セフフェル法選新監督の下で新加入のムムニダガノ、とコンビを組んで、リーグ優勝に導くともに自身は、得点王、ベルギーゴールデン州。 ベルギープロフェッショナルフットボールアワード年間、最優秀選手部門に輝き、相方のダガノワ・エボニー州に選出された。続く2002から03シーズンは、前シーズンの30得点から減らしたとはいえ、22得点で2シーズン連続得点王のタイトルを獲得。これらの活躍から、二千十年にベルギーの上場で行われた読者による投票を年から年までの変化の、 最高選手に選出されている。変区での活躍によって、イタリア一部のラツヨ、ニコスマフラスや、ミドの後釜として、オランダ一部のアヤックスアムステルダムから関心を寄せられ、2003年7月7日に移籍金500万ユーロで、アヤックスと5年契約を締結する。ベルギーリーグで2シーズン連続得点王となった、実績から移籍決定時には、恩師のフェルホーセン監督や、 フランキーバ、デルエルスト監督からオランダでも変わらず得点を量産できると評されていたものの、アヤックスでは、ベルギー時代の慣れ親しんだ4から4から2システムとは違って4から3から3システムが採用されてお、そしてロナルド・クーマン監督によって、主に不慣れなミディウイングとして起用されたことで苦戦し、厳しいシーズンだった。しかし、その不慣れなポジションながらも、9月13日の、 RKC バールバイク戦で初得点を記録して以降5月2日の FC ズボレ戦でのハットトリックまで9得点を挙げるまずまずの結果で優勝に貢献したまた10月のビレム2戦では2アシストを記録して得点のみならず相手を活かす能力を示し UEFA チャンピオンズリーグ2003から04では母国のクラブブルッヘ相手に2得点を挙げたように 国際舞台でも存在感を示した。翌2004から05シーズンは開幕から数試合控えに回っていたが、遺跡史上最終日に AS でセンターフォワードを務めるズラタンイブラヒモビッチが対団したことで、クーマン監督はソンクを後釜に据えることを決意し、ソンクには大きな期待がかかった。しかし、イブラヒモビッチが去った、 最初の試合である9月12日のアドデンハーグでシーズン初先発にしセンターフォワードを務め19日の FC デンボス戦でも同様にセンターフォワードとして先発を務めたが制裁を書き与えられたチャンスを活かせずオランダ中の新聞からアヤックスには不適格との失敗の落印を押された結果次のローダ JC 戦でに先発の座を奪われてしまった さらに、次の試合も控えに回る厳しい状況に陥ると、報道陣に、なぜ、ヤニスが2試合も起用されたかのが理解できないと、自身が起用されないことに不満を漏らし、オランダ人は常に4の3の3システムでなくては、ならないと思っているが、俺は、変句で、ダガノとプレーしていたように、アナスタシウスと共にプレーをしたいと、自身が得意とするにトップでのプーを望んだ。しかし、 その願いは、叶うことなく、また前シーズンに勤めた右ウィングには、新加入のマウロロサレスの存在があったために、出場機会は限定されたものだった。2005年1月13日に、ドイツ一部のボルシア・メンヒエングラートバッハへ、買取オプション付きで7月1日までの、期限付き移籍をする。同2004から05シーズンは、終盤の4月21日に、 足の付け根を手術するために、シーズン残りを欠場することが決定し、7試合に得点と、あまり印象づけることができなかったものの、5月9日に、遺跡金230万ユーロでの完全遺跡を、勝ち取った。しかし、翌2戦後から06シーズンは、開幕前の PSV アイントホーフェンとの、親善試合で、相手 DF のビルフレイとボーマと衝突した際に、 あばら骨を3箇所骨折したことで出遅れると、さらに素形部の手術により復帰が遠のき、2006年1月27日のバイエルミュン編ン戦まで待たなくてはならなかったが、復帰後にしてシーズン初試合で得点を挙げた。翌2006から07シーズンも負傷に見舞われると、2ヶ月後の10月に、先列に復帰するも、出場機会はわずかと厳しいシーズンを過ごす中、 2007年2月7日に同僚のと練習中に喧嘩に発展し、翌日に監督から罰金と B チームへの降格処分を言い渡されるさらに厳しい状況となった。騒動後すぐさま自身の過ちを認めて謝罪した孫句は、処分が解除されて17日のボルシアドルトムントを後に出番が訪れることはなく、チームはニブへと降格した。2007年8月20日に、 ボシコバラバンヤの後釜としてクラブブルッヘと2年契約を締結し、4年ぶりに故郷ベルギーへ戻った。加入者年度は序盤の6試合で3得点こそ記録したものの、その後の負傷による離脱やたびたびシステムを変更したことで不慣れな役割に苦労した影響から、フランスはステルシェルの後陣を排して21試合6得点と不満の残る結果に終了し、翌シーズンは、 自身の得意とする4から4から2のシステムでの多くのプレーを望んだ。その2008から09シーズンは開幕前に前シーズンのチーム最多得点者ステルシェルの制御。自身の望む4から4から2のシステムを監督が採用したことで新加入のジョセフワクパラとコンビを組んで14得点上げる活躍を見せた。しかし、翌2009から10シーズンに アドリー・コスター監督が就任すると、新システムを採用した影響により開幕からの2試合ともに、途中出場での役割に限定され、その後も状況は好転せずベンチを温めることが多かったが、シーズン終了後にブルフヘの首脳陣から契約延長を求められ、また、ソンク自身も応じるつもりだったものの、コスター監督の構想外だったために対談することが決定した。 自由契約選手として2010年8月24日に同一部のリールセスケート2年契約を締結する。リールセでの初得点はオーバーヘッドキックによるものだった。2011から12シーズン終盤に契約交渉を行うも金銭面で折り合いがつかなかったためにシーズン終了後に退団し、数ヶ月の無所属を経て10月23日に 昇格組のワースラントベフェレント2012から13、ーズン終了までの契約を締結した。2014年1月21日に、実定ケビンと共にプレーするために、ケビンが首相を務めるオースト・フランデリン州地区のと、契約。3月18日に契約満了となる2013から14、シーズン終了をもって引退する、移行発表し、 4月27日の現役最後となった試合で得点を記録した。2001年5月22日に 2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のラトビア戦とサンマリノ戦へ向けて監督によってベルギー代表に初招集され6月2日のラトビア戦でエミール・ムペンザーに割って75分から初出場を飾り6月6日のサンマリノ戦で初得点を挙げた。 2002FIFA フフワールドカップでは国内リーグ得点王だったにもかかわらずベスト16までの全4試合途中出場だったロシア戦で得点を挙げグループリーグ突破に貢献した。その後クラブでの負傷の影響から代表を遠ざかっていた時期もあったが2008年10月15日のスペインとの 2010FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選で先制点を挙げ イケるかシージャストホセマヌエル・レーナによって作り上げられていた UEFA ユーロ2008からの無失点記録を710分で途絶えさせる等の活躍を見せた。2011年10月10日に自身がプレーするレベルにはないとの理由で54試合24得点を記録した代表からの引退を表明2009年末のカタール戦が最後に得点した試合であり2010年3月の クロアチア戦が最後に出場した試合であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。